い、ルンルンです。栄養状態が良かったので体格はもう立派な大人の鳩にも負けないぐらいの大きさになりましたけども、まだね、くちばしの周りがチクチクね、新しい羽がまだ生え揃ってない感じで、でこの金色のね産毛がこれヒナの名残ですね、まだ残ってます。はい、そしてドバトの子供はですね、足の色がこんな感じで小豆色っていうのかな、くちばしもですね、あの鳩特有のね白い花こぶがまだないんですね。はい、トッピー君見てみようか。はい、はい、大人のねトッピー君です。ドバートさんはね、足がこう鮮やかな赤なんですね。そして花こぶが白いです。はいはい、首の周りのね、このギラギラした綺麗な羽、これ構造色といってね、シャボン玉なんかが光の加減でいろいろね七色に見えるのと同じ原理なんですね。緑に見えたり、ちょっと紫とかピンクとかに見えたりするのはこれ光の加減なんですね。別に緑色の羽というわけではないんです。甘ったレモードのトッピックですね。ブーブーって言ってます、うん、羽もねポンポンってしてんのね、羽ね。トッピー君は男の子なので、まあ、こういう感じでですね、メスに甘えてここに巣を作ろうよっていう感じでね、アピールするときにこういう行動をとりますね。ね、でも花こぶがね、綺麗な白い。してトッピー、ね、で足は綺麗な赤。でこの爪ですけども、トッピーくんは全部黒いです。ドバトの中にはあの白い部分がある子とかはこの爪がね全部白い子もいるし、白い子は全部白だったりするし、白とね黒まちまちな子もいますね。一本だけ白いとかね、そういう子たまにいます。公園とかでハトがいっぱいいたら観察してみると楽しいかもしれません。はい、というわけで、はい、ルン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 でかいね。なんかピーピー赤ちゃんなのに、なんか大きいから、なんか気持ち悪いね、ルンルン。なんか羽が何とも言えない鱗模様になってますね。まだ首周りのギラギラがね、ちょっとまだ中途半端な感じです。ねるる。ねるん。で、ワクワクはというと、声が聞こえますね。ワクワクはあそこでポーちゃんに甘えてます。呼んでる、トッピーじゃないわ、クーちゃんが呼んでますね。行ってきます。なんかクーちゃんが呼んでますね。行ってきます。
ワクワクはなでなでやなの。起きた起きた起きた。起きちゃったね。どんどんキラキラ出てきたね。見せて。食べんの。自分の羽をですね、クッションにして寝るんですね。よく子供の鳩がこんな感じでリラックスして寝てます。はい、そしてワクワク、ワクワクの方が多分男の子だと思うので、やや警戒心がね、頭の産毛がねだいぶ抜けちゃいましたね。ねえワクワク、ここちゃんが来た、ここがこんなとこに来た、ここピントが合わないよ。すごいね、ココは猫の足ですけど器用に止まります。ココごめんごめん、待ってて、こっちで待ってて。今日ココロのお誕生日ですね。ココ3歳になりました。はい、産毛がだいぶ抜けた、ワクワクです。あとちょびっとだね。ルンルンの方がね、まだこんなに産毛ありますね。ルンルン眠いね。くちばしの周りがね、まだチクチクしてます。目がね、黒っぽいですけども、これからオレンジ色になってくるのかな。
この鼻こぶのところね、これがだんだん白く粉がね浮いたようになってきます。このね金色の産毛が全部抜けるのがまあ、巣立ちの目安というか、まあ、ちょっと残ってるぐらいでもね、巣立って親と一緒に行動してる小鳩さんを見かけることもありますね。気持ちいいね、今日あったかいしね、風も気持ちいいね。の方が鼻こぶちょっと白くなってきたね。羽がねこんな感じで、少し茶色が入ったグレーですね。なんか綺麗な模様になってますね。でラインが2本、ワクワク男前だね。ワクワク、あ、ワクワク目の色がちょっとオレンジになってきてますね。やっぱ成長早いですね、ワクワクの方がね。これで1日2日するとルンルンも追いつく感じなので、今ね頭のね産毛がこんな感じですけども、このねルンルンも明日明後日あたりにはだいぶ抜けちゃうんだろうな。はい、というわけで、まあ、あの締めデビューしたんですけどね、まあ、すっかり全く何の問題もなくこの子たちは受け入れてくれたので、もうすでに朝フライトスーツを着て一日遊んで、で夜には脱いで自分たちのケージで寝てもらうっていう感じですね。なんか一緒にお昼寝したくなっちゃいますね。いいね、ルンルン。ワクワク。